皆さん普段 SD カードは使いますか？使いますよね。使うよね。そうだよね。こんにちは。ギズモードジャパンガジェットコーディネーター見習いのロクです。たくさんの種類と規格がある SD カードですが、1枚の SD カードに規格のマークが山ほど書いてあるんです。スピードクラス、UHS スピードクラス、ビデオスピードクラス、バスインターフェーススピードと、もうめちゃくちゃ書いてあって本当に意味わかんなくなってるんですよ SD カードって。なので今日は SD カードのおすすめの選び方を紹介したいと思います。それでは SD カードコーディネートやっていくぜ。まず SD カードを選ぶときは UHS スピードクラスを重視してください。 UHS スピードクラスは SD カードの性能を決める書き込み速度と読み込み速度に直結しているんです。カメラから SD カードに記録する速度が書き込み速度、 SD カードから PC なんかにデータを移行する速度が読み込み速度です。書き込み速度が遅いとバッファがすぐ溜まったり、高画質で録画すると途中で録画が止まってしまうことがあります。また読み込み速度が遅いと SD カードから PC へ書き出す時の速度がめちゃくちゃ遅くなってしまうんですよね。でこの UHS スピードクラスには規格が3つあります。 UHS-I、UHS-II、UHS-III と3種類の規格が存在します。今世の中で売っているほとんどの SD カードはこの中の一番遅いスピードである UHS-I なんですけど、これだと録画が途中で止まってしまったり大容量のデータを移行する際に時間がかかってしまったりするので、僕はこの UHS-II の SD カードをおすすめしています。規格的には UHS-III が最速なんですが、規格が存在するだけで製品が存在しないのでここでは無視してください。UHS-I の転送速度は最大 104Mbps、 UHS-II は 312Mbps と、つまり数値的には UHS-II は UHS-I に比べ約3倍の性能差があります。でもハイエンドの記録メディアってめちゃくちゃ高いんですよね。例えば有名なサンディスクの SD カードだったら、だいたい 128GB で約3万円以上もします。まあ、スペックに余裕があった方がいいことには間違いないんですけど、ちょっとさすがに高すぎますよね。いろいろスペック話してきたんですけど、みんなそんな細かい数値気にしてないですよね。なんか V90 だとか V60 だとか、僕も気にしてない方なんですけど、そんなズボラな皆さんにおすすめするのがこのプログレードデジタルの SD カードです。僕もこれ使ってます。スペックと価格が本当にちょうどいいんですよね。書き込み速度が約 130Mbps、 読み込み速度は約 250Mbps と、ハイエンドの SD カードに比べれば若干性能は落ちますが、なんといっても値段が安いんです。 64GB が 3,000円、 128GB が 6,000円、 256GB が約 11,000円と、他のメディアに比べて値段が半分以下なんですよね。遅いといっても僕らが使う一般的なデジタルカメラで困ることは基本的にないと思います。ちなみに上位モデルであるコバルトは書き込み速度が 250Mbps、 読み込み速度が 300Mbps と、他のハイエンドモデルと同じぐらいの性能を持っています。まとめるとこの SD カードは安い、速い、うまい、あとそれとUHS-II 専用の機器で揃える必要があるので、そこだけちょっとネックかなって思ってます。迷える SD カード難民の皆さん、とりあえずこのプログレードデジタルの SD カード買ってみてください。ガジェットコーディネーター見習いのロクでした。この SD カードリンクを下に貼っとくんで、100枚売れたら僕見習い卒業できるらしいんで、ちょっとみんな買ってください。お願いします。